パイラル、ゴーゴーユーマロ、ボーボーヤー。分かってる、お前がどういうことをしてるかなんてのはな、俺もやりてえことがあるから、この東京遊びに来ただけだ。ぶち壊しに来た答えがおめえを殺せるのは俺しかいねえな。とどめは刺して、ユーマロの時代に生んだ終止符。いらねえんだよな固定概念、意外で突破だった上下関係、何ができるかスキルでバッチリ、大丈夫だ絶頂なんていらねえよな。マブロー教えてやることはもう一つもなさそうだな、おめえもイケてる目をしてきた、あとは哲学にとらわれてみな、yeah! Yo!哲学とか関係ねえ、俺は俺を歌うためここに来た、ああ壊すしていたって悲劇だって、ダセえ先輩の背中は見てらって、ああだから腰に来た、俺はお前を愛してる、仕方ねえ、でもそれは名前だけじゃねえ、今夜俺がユーマロの斜め前だよ。ダセー先輩の背中見てらんねえって言ってる時点で背中見てんな、おめえ俺こっけあんのか、右車線オンリーだクソバカ、あ教えてやるぜ。でも大丈夫、お前は間違いなくかっけ、茨城でやってくれ安心して、任せて遠く遊んでるぜ。俺もお前がやってんの安心してるぜ、だから遊んでる各地点々、だから今日ここがアンチテーゼ、知らねえユーマロここジャッジメンテイ、ために来たところ、お前と違うところでやってるって、やっと乗れたぜ茨城の公園まで、個性なし先輩自殺のお手伝い、 Yeah yeah 白さ黒そればっか気にしてんの、それだけでは低の人種差別なんかする気はねえよ、ブラックもイエローも切ったらレッド、落としてやるぜこのウェポ、俺はネガティブバイブスかリエサルウェポ、お前のせいでとかじゃねえ、愛してるぜ背中叩くんじゃねえ、見とけ。そうだな、俺も背中をずっと見てた、そしたら4年経っちまった、おめえは上に行っちまった、俺は地に足つけて、でも今日飛びてんだ、だからここに来た、わざわざ金を払ってとかは勇気はねえからな、誰が相手ユーマロでも問題なし、軽くジャンプできる3名の冗談がいいだろ、冗談間違いないぜ、バッチリ冗談のように決め的なドゥーバラ生かしてる、これ練習結果23だぜ、永久欠番、ああバッチリ落としている、スペシャルデイ君に決めていこう、毒は足元からブンパップして、ギリギリ流れているこの毒目、終了決めてください。先行スパイラル、後攻ユーマロ、勝者ユーマロ。